こんにちは。世界一の健康オタク、サガニャです。今日は僕がお酒をやめた理由を話そうかなと思っています。といっても僕はもともとお酒をそんなに飲む方ではないので、だからすぐにやめられたっていうのもあるんですけれども、お酒を飲まないメリットっていうのはたくさんあるんですね。ですからその辺りを話そうかなと思っています。よく毎晩のように飲み歩いて弾けたりね、うっぷん晴らしてる人っているじゃないですか。そういう人見て思うのが、そんなに仕事嫌なのと。そんなに仕事つまんなくて、鬱憤を毎晩晴らさなくちゃならないほど、ストレス溜まるのと思うわけですよ。だったらやめればって思うんですよね。あとは毎晩、やることがないのにずっと残ってる人っていますよね。僕もね、サラリーマン時代、上司が、仕事が終わってやることもないのに、ずっとね、腕組んで、ってなんか難しそうな顔してるわけですよ。そうすると、部下がね、みんな帰れないんですよ、気を使って。もう目の上のたんこぶというか、腫れ物に触るような扱いしてましたね。で、そういう上司っていうのは、じゃあ仕事が終わって、部下が帰って、じゃあいざ帰ろうと思うと、家と反対側に行くんですね。何してるかっていうと、パッチンコやってたりするんですよ。そんなに家に帰るの嫌なのと。そんなに奥さんの顔を見るの嫌だったら離婚すればいいのにと思うわけですね。それができれば苦労しないよって思うはずなんですよ。僕も昔思ってました。例えば、この不景気で転職なんかできるわけがないとか、この年で、ね、雇ってもらえるとこがないとか、いや子供が小さいんだから離婚できるはずがないとか、コロナで仕事がないんだから就職なんかできるはずがないとか、ましてね、自分で起業してお金を稼ぐなんて無理だとか。でもこれって全部単に思い込みに過ぎないんですよね。いやいや、思い込みじゃないよと、事実だと思うじゃないですか。で、僢は43年間慢性的な下痢、過敏性腸症群っていうのでずっと悩んできたんですね。きっかけは些細なことです。医者から、お母さんこの子は生まれつき胃腸が弱いから気をつけてあげてくださいねって言われた、このたった一言から、母親がこの子は胃腸が弱いと、あんた胃腸が弱いんだと、あ、自分は胃腸が弱いんだと、だからずっと物心ついた後も食べたら下痢をする、食べたら下痢をする、飲んだら下痢をする。この過敏性腸症群っていうのは原因不明の慢性的な下痢なので、病院で治んないんですね。薬がない。ずっと43年間悩んできました。でも今はそう思い込みって気づいたんで、薬も医療器具も一切使わずに、それこそサプリ、プロテインも飲まずに、完全に慢性的な下痢を卒業できちゃったんですね。このようにエビデンスのない病気であっても、自分で思い込み、信じ込み、刷り込み、それに気づいてやめれば病気っていうのは卒業できるんですね。逆にエビデンスがあっても病気を続けてる人っているじゃないですか。コロナでも稼いでる人いっぱいいます。バブルでも稼げてない人っていましたよね。ですからエビデンスも不景気もコロナも関係ないんですよ。単なる思い込み、信じ込み、刷り込みですから。ちょっと僕の若い頃の話をしたいんですけれども、20代の半ばはですね、ほとんどうつ状態に近かったんですね。まず仕事から帰ってくる。そうするともう食卓がですよ、実家の食卓が不平不満、愚痴の吐き溜めみたいな家だったんですよ。もう家族が会社から帰ってくると、あの上司がこうだ、この同僚がこうだ、あの客がどうだ、収入がどうだ、家のローンがどうだ、もうそういう吐き溜めだったんです。で、よく飯がまずくなるっていうじゃないですか。もうね、毎晩飯がまずかったんですよ。だから僕は一言も喋らずに、僕自身もね、ストレス抱えてたんで、一言も喋らずにそのまま自分の部屋にこもって、もう夜8時には頭から布団かぶってたんですね。で、何考えてたかっていうと、もうどうやって死のうかなとか、いつ死のうかな、死ぬ場所どうしようかな、そんなことばっかり考えてたんですね。人生に絶望して、自分に絶望して、未来に絶望して、社会に絶望して、全てに絶望していたんですよね。でもこの状態っていうのは全部人のせいにしてたんですよ。親が悪い、不景気が悪い、国の政策が悪い、国のトップが悪い、だから自分の人生こんなになっちゃったんだ。自分で自分の人生を変えるっていう気がないんですね、全く。だから自分はこうなっちゃった、全部他人のせいにしてたんですね。で、僕の父親っていうのはですね、毎晩酒を飲みながらテレビを見ることしか楽しみはなかった人なんですね。昼勤と夜勤の交代制の仕事を昔していました。で、家から帰ってきて酒を飲みながらもうテレビを見てね、で、また寝ると、その繰り返しをずっとしていたんですね。ある時その父が、親心でしょうね、見るに見かねて、「おい」と、お前もそんな風に部屋に閉じこもってないで、たまには降りてきて酒でも飲みながらテレビ見ろよと、気晴らしになるからって言って、なんかチューハイかなんかをね、2つぐらい買って冷蔵庫を入れてくれたんですよね。なんかレモンサワーだかなんとかサワー入れてくれたんです。無視してましたね。だって今日一日酒飲んでテレビ見て、その場やり過ごしたって、
明日また同じ一日が始まるだけですから、こんなんで人生変わるわけないと思ったんですね。そして父親のような人生だけは送りたくないと思ってました。だって子供を育てて、子供を養って、家を建てて、家のローンを払って、で子供をね、短大だ、専門学校だ、大学だ出して、で子供が巣立って、部屋が空いて、でも自分たちは家のローンを払い続けて、で定年退職して、まあ、食卓だとかアルバイトだパートだって働いて、で家のローンを払い切る頃にはもう自分たちの人生も終わる頃ですよね。毎晩酒飲みながらテレビを見ることしか楽しみがない、そういう人生は送りたくないと思ってたんですね。でその時っていうのは、全部今の自分があるのは親のせいだ、いい高校出て、いい大学出て、いい会社に勤めればお前も幸せになれる、今お父さんとお母さんが苦労してるのは学歴がないからだと、だからお前には最低限のことをしてやる、だからいい高校出て、いい大学行って、いい会社に勤めろ、お前も幸せにそれになれるんだからと、お父さんとお母さんのような苦労をお前たちにさせたくないって言ってたんですね。でもいざ社会に出たらどうか、いい会社に勤めたところで全然幸せじゃなかったんですね。その時に親に騙されたと思ったんです。親の言う通りに親の敷いたレールの上を歩いてきたのに、でもそうじゃなかった、騙されたと思ったんです。親に騙された、社会に騙された、学校教育に騙された。世の中不景気で仕事がない、やりたい仕事を見つからない、給料は上がらない、で仕事はつまらない、家に居場所がない、会社に居場所がない、社会に居場所がない、親のせいだ、社会のせいだ、政策のせいだ、全部人のせいにしていて、自分で自分の人生を切り開いていく、作っていく、そういう感覚が全くなかったんですね。で実際にいろんな人に会って話を聞くと、大体皆さん言うわけですね。男社会が悪いんだ、自治体が悪い、政策が悪い、縦割り行政が悪い、国のトップが悪い、だから世の中悪い、だから自分がこんな目に遭ってるんだ、じゃあ日本出てけばと思うわけですよ。単に人のせいにしたいだけなんですね。自分で自分の人生を変える、自分で自分の人生を切り開いていくっていう感覚が全くないんです。僕は20代の頃そうだったんでね、よくわかるんですよ。だから僕は43歳の時に寝たきりで水も飲めなくなって、借金と負債を3500万も背負って、スタッフは全員亡くなって、人生そのものが破綻したんですね。実際は自分が変わればいいだけだったんです。自分で自分の思い込みや信じ込み、刷り込みに気づいて、それをやめるだけで健康になれて、収入も増えて、人間関係も良くなっていくんですね。たったそれだけのことに気づけなかったんです、43年間も。これっていうのはメンタルとかマインドとか精神論ではなくて、自分で思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて、思考パターンを土台から変えるってことなんですよ。物事の捉え方や解釈を変えるってことなんです。大体ね、世の中で言われるメンタルとかマインド、精神論っていうのは最後はね、単なる根性論になってきます。あなたは本気度が足りない、努力が足りない、素直じゃないんだよと、いや成功のイメージが弱いとか、とにかくいいから何でも行動しろとか、もう根性論じゃないですか。そういうのメンタルマインドって言わないんですね。本当のメンタルマインドっていうのは、自分の脳の使い方を土台から変えるってことなんですよ。そして思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて、それをやめて、物事の捉え方、解釈を変えて、そして自分自身を変えていくことなんですね。これが本当のマインドセットなんですね。僕自身それに気づいてから43年間のね、原因不明の慢性的な下痢、過敏性腸症群っていうのが1ヶ月もかからずに、薬も医療器具もサプリもプロテインも漢方も何も使わずに完全に卒業しちゃったんですね。今ではどこで何を食べても何を飲んでも大丈夫な体になりました。医者に言われたんですよ。生まれつき胃腸が弱い。実際に43年間ずっと下痢をしてたんですよ。胃炎もひどかったです。逆流性食道炎、もうね、立っても座ってても横になってても辛いんですよ。もう物が食べられない、薬飲んでも効かないんですね。そういう状態を卒業して、借金負債3500万、これを1年もかからずに全て完済して、人間関係もどん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 良くなっていったんですね。この収入が良くなったっていうのは、単に病気を卒業して働けるようになったから収入が入ってきたっていうだけではないんですね。もしそうだとしたら、1年もかからずに3500万の借金が全部払い切るなんてことはないんですよ。売上の桁が一つ増えるなんて、僕は聞いたことも見たこともなかったんです。僕自身いろんなセミナーに参加して、講義を受けたりコンサルを受けたり、いろんな教材で勉強してきましたけれども、売上が 2,3 倍になるっていうケースは見てきましたし、聞いてきましたけれども、売上の桁が一つ増えるっていうのは聞いたことはなかったんですね。でも僕だけではなくて、今僕のクライアントさんも、経営者の方は1ヶ月もかからずに売上が4倍になったりとか、僕と同じように
売上の桁が一つ増えたりとか、そういうことが普通に起きています。4年間うつ病とパニック障害で薬を飲んでいた方が1週間後には1人で満員電車に乗ったり、2週間後には1人で飛行機に乗ったり、そして1ヶ月後には薬を卒業できたり、20年以上の摂食障害で悩んでいた女性が2週間後にはね、え、私摂食障害だったっけ、そんなことあったっけっていうぐらい変わっちゃったりとか、そういう方が僕だけではなくてたくさんいるんですね。つまりコロナも不景気もエビデンスも関係ないってことなんですよ。自分で自分の思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて、それをやめていくだけで自分を変えて現実を変えることができるんですね。じゃあ例えばですよ、少なく見積もって毎晩2時間飲んでるとしますよね。まあ2時間で済まないと思いますけど、軽く引っ掛けて帰ってくる、これ2時間、でも帰ったらもう何もできないですよね。風呂入って寝るだけですから、頭も働かないし。1日2時間、これ週に5日続けて10時間ですよね。1ヶ月4週間あるとして1ヶ月で40時間ですよね。これ40時間を1年、12ヶ月続けたら480時間ですよね。計算合ってます？ちょっと計算弱いんで、1年でおそらく480時間になるはずです。その時間を自分の脳に問いかける時間に変えたらどうなると思います？実際僕はもう毎晩家に帰ってね、家族とご飯を食べて、その後ゆっくりお風呂に入って、早い時だとねもう7時半には寝室にいますね。まあ、遅くともだいたい9時前には寝室にいて、ゆっくりしながら自分で自分の脳に問いかけてるんですね。あ、なんか思い込みあるのかな、これって信じ込みかな、他にどんな刷り込みがあるのかな、こんなことを自分に問いかけてます。こうやって毎日毎日自分に問いかけて、自分で思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて現実を変えていってるんですね。じゃあ1年に480時間飲み続けた人と、1年で480時間自分と向き合って自分に問いかけている人と、5年後10年後人生ってどう変わってると思います？だって毎日自分に問いかけて、思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて、それやめていくだけでどんどん現実良くなっていくんですよ。さらに健康になって、人間関係も良くなって、収入もどんどん増えて、それが続いたら5年後10年後どうなると思います？逆に今の状態が続いたら1年後とか5年後とか10年後ってどうなってます？健康状態、人間関係、収入。だって今よりもね、その分5年も10年も年取ってるわけじゃないですか。どうなってます？あなたの人生。しかも脳に問いかけるだけですから、ただですよ、ただ問いかけるだけですからね。寝たきりであろうと、貧乏暇なしであろうと、以前の僕のように自転車操業であろうと、問いかけるだけだったら誰にもできますよね。これ毎日毎日ただで問いかけて、現実良くなって、もっと健康になって、もっと収入も増えて、もっと人間関係良くなって、どんどん人生良くなって、ただですよ。だって問いかけるだけですから、なんでみんなやんないんだろうって、もう不思議でしょうがないですね。まあ自由ですけど、毎晩毎晩飲み歩いてる人に限ってこういうのやんないんですよ。人生変えたいっていう人に限ってこういうのやんないんですよ。やればいいのに。まあ自由ですけど、だって飲んで帰ったらもう終わりじゃないですか。本も読めないし、なんか資格の勉強もできないし、しかも帰るのに田舎の場合代行代かかりますよね。電車で帰るにしても、うっかり寝過ごしちゃってね、降りるとこ飛ばしちゃったらタクシーに乗って帰ったりとか、家族に迎え来てもらったりとか、しかも二日酔いで次の仕事にならないとか、一日だるいとか、もうそういうの考えると、僕はもうそういうところに時間やお金を使う必要はないなと思ったんですね。もともとそんなにお酒を飲む方ではなかったんですけれども、今はもう飲まないって決めて一滴も飲んでないですね。お祝いで乾杯の席ですら今ウーロン茶飲んでます。お祝いであれば最初の乾杯のね、一口ぐらいはいいかなと思いますけど、今のところ飲んでないです。そうやって毎日早く家に帰って、家族とご飯食べて、ゆったりお風呂に入って、その後ゆっくり寝室でね、自分に問いかけて、何か特別な生活をしているわけではないですけれども、それが楽しいし幸せだし、いや毎日最高だなと思ってます。これは別に僕はこれ仕事にしているからっていうよりも、好きで楽しいからやってるって感じですね。そして自分がどん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 思い込み、信じ込み、刷り込みに気づくことによって、今度それをクライアントさんにね、伝えることができて、そしてそれをまたこう動画で配信することができて、で同じように思い込み、信じ込み、刷り込みでずっと苦しい思いをしてきた、ずっと不自由な生活をしてきた、ずっと病気をやめられないできた、そういう方が病気を卒業したり、収入は良くなっていったり、人間関係もどんどん良くなっていく、こういう人が増えていっていて、いや本当に人間の脳ってすごいな、
そこに思い込みがあったのかとかね、あ、そういう信じ込みがあったからこの方は現実そういうふうにこじらせてたんだなとか、そういうことにまた気づけてシェアして、この繰り返しが毎日毎日楽しくてねやってるんですけどね。まあもちろんね、お酒が好きな人にとってみればこれをゼロにするって難しいかもしれないですけど、やっぱりこう一時の現実逃避っていう感覚は良くないんですね。現実に帰ればまたいつもの自分、いつもの生活じゃないですか。現実は変わらないんですね。20代の半ばの頃の僕っていうのは本当に全部人のせいにして、親のせいにして、社会のせいにして、政策のせいにして、不景気のせいにして、全部人のせいだったんです。で、人生は戻りにいかない、そう思い込んでたんですね。実際は病気でも何でもなかったし、自分で必要な分のお金を稼ぐことができるし、人間関係も自分でコントロールできるし、全部思い込み信じ込み刷り込みだったんですね。そしてそれを他人のせいにしていたんです。自分で自分の思い込み信じ込み刷り込みに気づいて、脳の使い方を土台から変えて、自分で自分を変えて、自分で自分の人生を変えていくんだ、こういう感覚が非常に重要なんですね。って言っても問いかけるだけですよ。問いかけるだけ、お金もかかんない。それで自分の人生がもっともっと良くなって、残りの人生もっともっと良くなって、周りの人の人生もよくできて、最高じゃないですか。もう飲み歩いている時間とお金がもったいないっていうふうに僕は今思ってます。まあそれは人それぞれですから、まあ自由ですけど、人生変えたいとか自分の思う通りになってないっていう方は、飲みに行く時間をゼロにしろとは僕は言わないですけれども、それを半分にして、その時間を自分の脳に問いかける時間に当ててみるだけで、人生がどん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 ね良くなっていくっていうことをぜひ気づいてほしいなと思っています。僕は本当に20代の半ばの時は底辺でしたね。まあ日雇いやったり派遣やったりで、転職繰り返して思う通りにいかないで、病気はひどい、お金にも困ってる、人間関係もボロボロ、こんな話を当時の自分に一番伝えたいですね。脳の使い方を変えて、思い込み信じ込み刷り込みに気づけば自分で自分の人生変えられるんだよと、他人のせいにするんじゃなくて自分で自分の人生を切り開いていくんだよ、自分で変えていくんだよっていうことを僕は伝えたいなと思ってるんですね。具体的な脳の使い方に関してはこの備考欄に僕の本の試し読みできるリンクを貼っておきますんで、ぜひそちらを活用してみてください。その上で興味を持ってくれたらね、僕の本を手に取って実際に読んで、どん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 ね自分で実践していってもらったらいいんじゃないかなと思っています。また動画撮ったらアップします。では。